皆さん、いかがお過ごしですか？福岡市がお送りする心のオルゴールの時間です。かつては死に至る病とされていた HIV、エイズですが、治療の進歩でその常識は大きく変わっています。 HIV 治療における九州ブロックの拠点病院、九州医療センターの山本正弘エイズ HIV 総合治療センター部長と、医療ソーシャルワーカーの首藤美奈子さんのお話をもとにお伝えします。HIV とエイズには違いはありますか？ HIV とは人免疫不全ウイルスです。エイズとは HIV に感染して免疫機能が低下し、さまざまな感染症にかかる病気です。人への感染は性行為や輸血などの血液、出産や母乳などのルートがあります。日常生活で知らずに感染することはありません。エイズ発見から30年近くが過ぎて、その治療が大きく進歩しているということですが。はい。かつてはエイズを発症した後の寿命は平均7年でしたが、今では1日1回1錠の薬を飲み続ければ普通の人と同じくらい生きられます。こうした治療をして血液中にウイルスがいなくなる状態、これを検出限界値未満と言いますが、この状態が続いていれば他人に感染することはほとんどありません。すごい進歩ですね。ですが、HIV に対する偏見と差別は続いています。就職で内定を取り消されたり、結婚が破談になったり、職場を退職せざるを得なくなったり、挙げればキリがありません。それはひどいですね。本来手助けをすべき医療機関や福祉施設からも、診療や支援を拒否される場合があります。知識不足による感染するかもしれないという怯えが原因です。そんな状況の中で U イコール U という運動が世界中で広がっていると聞きました。検出限界値未満イコール感染しないの英語の頭文字を取った言葉です。どうすれば偏見や差別がなくなるでしょう？最新の正しい情報を知ってもらう以外にありません。一人一人の無理解から生まれる HIV 感染者が受けている深刻な人権侵害にぜひ目を向けてください。